でもちょっと部長もありましたけども、悪く思いくっていろんな話が出ましたね。私ももう本当にもうひたすら聞き入る感じになってしまいました。嘘ばっかり言って嫌いにやってても仕方ない。そうですよね。貴重ですよね。90代の先生方がお話しくださったってことはものすごく貴重だと思います。そうですね。先生と巡り会えたのは先生が井口元成先生の後任として大学に赴任してこられたから で、それまで の社会情勢っていうのがまるで違って、先生は、フランスの文化の最高の教育を受けられたと思う。で、私どもはもう戦争と借り立てられて、まあヨーロッパは敵国というようなあれでしたから、そこのもう差は大変なものでしたね。ですけど大学そのものがその戦争を機に大きく変わりました。で、フランスで勉強した先生がたくさんお入りになりました。まあフランス流っていうのは何ぞよってことなんです。私の勝手な試験ですけれども、音速感音の明るいですね、フランス。それから長い歴史によってメソッドというのがありました。教育が整備されたり、それから国家が国民の音楽に対する愛情を受け取って応援する、そういうようなところだと思いますね。第一に弱音の効果と思いました。私は弱い音で、それまでは条件が悪いですから、みんなお腹が空いている、部屋が響かない、ピアノも鳴らないで、どうして音を鳴らそうかっていうことですね。で、それからもう丸の角の中ですよ、弱音っていうのは美しいっていうこと、じわりじわりと教育していただいたわけです。先生のあれは作品に忠実にってことがとても珍しいっていうか、自分を出そうとするんじゃない、演奏から作曲家の意思を、よく読み取った。ショパンはノアンのベストで自分がこういうふうに書いた音が後世の人が読み取ってくれるかって毎日苦しんでたそうですね。受け取った譜面を通じて忠実に作曲家の意思を取る、もちろん連続するわけではありませんけれども理解する、でそれがとても大きかったと思います。弱音とそれから作曲家の意図、だから自分を見せるための飾りとかそういうのはとても嫌いでした、ね。演奏というのはね、これちょっと語弊があるかもしれませんけど、演じることだっておっしゃったんですね。そうすれば上がらないわよと。まあ、レッドソーですから、ずいぶんいろんなことを教えていただけたと思う。で、一番最後に覚えてること、頼むから手は挙げないでっておっしゃったんです。だから、手は必ず鍵盤の近くにいる。
だからこうやると少し強くなるような気がしますけど、それはいけないって、もうそれはすごく残ってます。頼むから私だと頼むから今日実はあの井上先生があの非常に素晴らしいものをあのご持参いただいているというふうにあの先ほど伺いましたが、あのマスクでございますけれどももうそれはいいんですけれども、先生のご遺品にあの綺麗なハンカチーフがたくさんあって、あのご次男のお嫁様がそれでマスクを作ってくださって、私にも分けてくださったんです。ですから先生にお使いになったものではなくて、まだ手がついてなかったものですけども、とにかく先生がお持ちになってたものをマスクにしてくださったので、大事な時にはいつもこれ使って、お守りみたいに使わせていただいております。ハンカチーフとかマフラーとか部品みんなであの分けていただきましたけど、大変な数でございました。私はあの金沢恵子さんの1年後で音楽学校に入りまして、その時に初めて安川先生にお習いしたわけなんです。あれはどこが企画したんでしょうか、何回かテレビ番組で流れたらしいんですけど、私の履歴書という番組にお出になった時に、はい、その若い人たちの教育について話してらっしゃる中に、好きでただ弾いてるだけならば別に音楽学校など行く必要なくて、音楽学校行くっていう人にはちゃんとその見通しがある時しか進めないってことをはっきり言ってらっしゃいます。で、あの先ほど金沢先生おっしゃったように、芸大お入りになって、まだ東京音楽学校時代ですけど、先生としてお入りになった時に、あの井口先生の生徒さんをそのまま横滑りというんでしょうか、受け持たれた。で、次の年に入学試験があって、その時に入ったのが私のクラスなんです。ですから先生はその私のソロワードをご存じなくて取った初めてのクラスでした。ということは、先ほどのお話ししたように、その入ったからには専門家になるつもりだというふうに思ってらしたらしいです。まあそれが前提でらしたので、ね、私はあの戦争中ほとんどピアノが弾けなかったものですから、もう大変遅れておりました。まあ、よくも入れたと思うんですけども、で3回目か4回目のレッスンの時に大変なお小言をいただきました。あなたはその好きなものを好きなように弾いてる、でそれはただのディレクターティスムだとおっしゃった。つまり学校に入ったからにはそういう覚悟じゃない人間と思って見てらしたのに、非常にヨタヨタしてた。それでことにメカニックが非常に分かったです。で、私の家庭は上が全部音楽しておりまして、小さい頃からその室内楽をしたり、みんなと音楽を楽しむということはとてもしておりましたので、まあゆっくりなものでしたら思いのままに弾くということはできたんですけれども、皆さんのようにバリバリ弾くということは絶対できなかったんです。で、先生は何とかしようとしてくださって、硬くなっている時に腕をこう持ってくださると指までふにゃふにゃになってしまって、どうやったらいいかわからない。そういう時全部自分で何か工夫しなくちゃならないような教えのなさり方でした。あなたのはその趣味性が強すぎるっていうようなことをおっしゃいまして、それからやっと本式の勉強を心を入れ替えて始めたようなことでございます。その時のディレタンティスムって言葉もまだ分かりませんでしたけど、うち帰ってすぐ自力で調べて、なるほど先生特徴そういうふうに見てらっしゃるってことが分かりまして、それからもう本当に先生のおっしゃることに、まあ、食いつくということは悪いんですけども、しがみついて勉強させていただきました。そうしましたらしばらくして、あの人は努力家ねっていうことをどっかで言ってらしたらしいので、まあ一生懸命やってるってことは認めてくださったらしいんですが、教え方の厳しさ、本当に必要なことを教えてくださるけども、おっしゃってくださったことが次の時にできてないと本当に厳しくおっしゃいました。というのは、あの先生のお育ちになったお話を伺うと、新しく曲をもらいになって2週間目にはもう全部仕上げてなくちゃいけないというような教育を受けてらしたらしいのですから、先生のレッスンは1週1回でしたけど、2回目にまだもともとしてたら本当にお叱りいただきまして、そ
それでまあ一生懸命勉強をするようになったんですけれど、その出始めの先生のお言葉でやっと何か覚悟できたというような状況でした。それから卒業してからも先生のお宅で個人レッスンに通って随分お世話になりましたけれども、その頃は1時間1時間きちっと時間割を決めて生徒さんに見えてまして、幸い私におっしゃった言葉じゃないんですけど、前の方がちょうどレッスンが終わって何か言ってらした時に、先生しばらく黙って聞いてらした後で、言い訳なんか聞きたくないってものすごい声でおっしゃったんです。それを伺ってもう我がことのように震え上がりまして、私が言われたんじゃなかったんですけど、考えてみると自分に対しても随分言い訳ってしてるんじゃないかと思って、まあ本当にですから専門家を作るための鍛え上げるっていう計画をなさったと思います。それでいて生徒さんがとってもいろんな方がいらっしゃるんですね。決して個性を尊重なさるっていう方法教え方じゃなくて、先ほど金沢さんがおっしゃったように何よりも作品を大事にする、それを伝えるのが演奏家の務めだってことが本当にはっきりおっしゃったんですけども、その中でもいろんな個性の生徒が育ったってことは、やはりその一人一人に考えさせるという教育をなせたと思います。それからこれはもっとずっと後の話になりますけれども、一生懸命司祭すればなんとかなるもんだっていうようなことをおっしゃったときに、これはフランスのことわざか言い伝えなのか分かりませんけど、テールとはエルシエルテールハってことをおっしゃいました。一生懸命やる人にはそういうことをおっしゃってくださる先生、とっても温かい先生でいらしたと思います。ディレッタンティスムというところは本当に読む人間にもものすごい衝撃を与える、ね、ものですよね。まあ、やっぱりね、専門で勉強するからにはプロフェッショナルであらねばならないという、ね、厳しいご自覚が、あったんだろうなと、いうふうに思います。金沢先生は井口元就に先生にも支持されましたし、安川加藤先生にも支持されたわけですけど、2人のそのピアニズムというんですか、ピアノの演奏ということと教育ということ両方含めてどんな違いというものがあったというふうにまとめられますか。井口元就先生はフランスで勉強されてイヴナットのレッスンを受けられましたね。それまでの演奏が割に、精神面を重んじる、でもフランスにいらしたからこそ演奏家としての成功を得られたと思います。精神面だけではどうにもなりませんよ、ところはソルフェージュの音があって骨組みがあってこそ抜くと血があるわけですから、カリスマ性が割になりましたし、人間的魅力があるようになった。最初のピアニストと言ってもいいかと思います。パリで安田先生がお小さい時からの知り合いで、先生がすごく勉強してらっしゃるのもご存知し、よくたまりをついてらしたそうです。たまりっていうのは時間かかりますのが場所も問わない、でそれぐらいの レクリエーションで、あとはもう勉強、すごい勉強されて、ちょうど戦争で教官も全部入れ替えるということになって、強く安川先生は押されたんだと思います。最初は8人だけ受け持ちということで、幸いにその8人の中に入れていただきまして、何度も何度も繰り返し、また話しておいたからね、また話しておいたからねっておっしゃってくる。でその最初の出会いっていうのが安川先生のお父様でね、井口先生と一緒に東部教育に行ったんです。小柄の上品な紳士がいらして、で時折孫梅の井口先生がもう満面の笑みで話をしてらっしゃる。で、あ、これ草間さんだよっておっしゃったんだね。で、横の私がポカンと立ってましたら、これ学校の生徒だからっておっしゃって、で学校の生徒って、名前もあるわけですよね。そしたら、これ和子さんの生徒ですっておっしゃったんですね。とる声は現実なんだなって、その時はまだ学校始まってませんでしたから、それは初夏です。夏休みを済んでから9月にやっと学校を開くことになる。フランスで勉強なさった方がなぜか多かったですね。そこが大きな歴史のプレベルになったと思うんですよ。で作曲の方で池内智次郎先生が多くの力となっていただいて、創作の面倒、それから和子先生を常に誘っておらし
恵まれの状態だから白紙と言えるわけですね、あの音楽について、うん、生徒たちももう無造作ようね、新しい教育がもうそれはすごかったと思って、なんてとてもいい学生時代でした、うん、でその演奏の方から言えばやっぱりその弱音ということですよね、うん、井上先生もそうですが、手首から先だけじゃなくて手首から上がどうなっているって、うん、腕の力を抜くようにって、で初めちょっとね音が聞こえるのかしらって心配になったりします。でその弱い音が響いた時にどんなに綺麗になるかってことをもう先生は初め随分イライラなさったと思いますけども、丁寧に丁寧に教えていただきました。当時学校はあの普通の学年制でしたから4年で本科を卒業することになりまして、でその後研究会に残れることになりまして、研究科というのは本来2年あったんですけれども、1年が済んだところでちょうど学生会で芸大に変わってしまったんです、うん、そうすると東京音楽学校の研究科というのがそこで1年限りでなくなってしまいました。ですけど本来は2年いられたからというので名前は芸大の聴講生という名前になりましたけど、普通にまたレッスンはしていただきました。研究科の2年が終わった時に先生がおっしゃったのは、まあ、一応それで先生のクラスは終わりという形の上ではね、その時におっしゃったのは、あの当時割にあの NHK が主でしたけどクラシックの番組が割に多かったんですね。放送頼まれることがあるかもしれないから30分の番組に入るようなプログラムいつでも用意してください。演奏会も頼まれることもあるかもしれないから割に誰にでも喜ばれるようなプログラムを一晩分いつでもより手に持ってなさい。それからその他に自分が特に研究したいと思うものをそれと別にそれは時間をかけてもいいから一つ必ず用意しなさいってことをはっきりおっしゃいました。こちらはまだそんなにすぐに演奏家として立てるなんて思ってない時代なんですけれども、旧制でしたから私はあの女学校の4年から受けて16で入ってしまったものですから研究科2年終わってもまだ22なんですね。それでもとってもこれで世の中に出られるなんて思ってない時にそういう覚悟をしてなさいとおっしゃったのでもとってもびっくりいたしました。で考えましたら先生は15くらいでもうそういう生活に入ってらっしゃるわけですから、まあ、人にもそういうことをおっしゃったんだと思いますが、それからまあ、あの先生はそのすぐフランスへいらしたりいろいろお忙しかったけどもお時間のある時を狙ってずっとレッスンはしていただきました。60いくつになるまで見ていただいたものですから考えると50年近くお世話になっております。で終わりの頃はどこかで弾くものなら持ってらっしゃいとおっしゃってくださって、というのはその前に実はあのラザルミ先生のところへ勉強に行きました時に、その帰ったらば日本で教える立場にもなるでしょうから誰でもが手がけるようなものは全部自分で弾いておきなさいってことを言われました。やっぱり自分で弾いてないと教えられないってことをおっしゃいました。安川先生の時代に例えばベートーベンのソナタならこれとこれとこれしたっていうのがあってその間を抜けてるのをレッスンに持って行き出したんです。そしたらどこかで弾くのとおっしゃるから演奏じゃなくて勉強のためとおっしゃいましたらそういうのは自分でしなさいっておっしゃいました。それでその後は演奏会で弾くものだけを見ていただくようになりましたけど、それプラスのレビ先生の教えを守りっていうのは本当に勉強ばっかりしている時代でございました。まあ世の中もまだそんなに安定しておりませんでして遊ぶことなんかあまりありませんでしたから、まあ勉強だけはそれで通用したような気がいたします。後の方のレッスンはまあリサイタルするようになってリサイタルの全部のプログラムを先生の前で弾いて少し離れたところで私は先生の前に楽譜をこう重ねて座ってらっしゃるところで次々に聴いていただけるように知っておきますと、なんかさっさっさっさとこの鉛筆の音が聞こえるんです。何をあんな書いてらっしゃるんだろうと思って心配しながら全部弾き終えた思いがありますけど、後で見ると本当に大事なところ印をつけてくださってました。そんな具合でそれはどのような印になるんですか。例えばフレーズの切れ目がちょっと急いでるからもっと休みなさいというのこういう行き取りみたいなとかペダルの踏み替えの場所とかそういう先生のマークがですからとても今役に立っております。
そのマークというのが、きちんと解読できないといけませんので、それはやはりね、どこかでそういうマーク、このマークはこういう意味であるっていうのは、もうまとめられてらっしゃるんですかね。変わらんでしょう。別に私は自分では例えば指使い工夫しても、額には決して書きませんでした。先生のマークだけを残したいので、自分で考えたら横に紙を置いといて、そこに書いたりして、それを分かるまでして、額には先生のマークだけ残してありますから、今見てもレッスン思い出します。金沢先生ですね、今そういう楽譜に具体的にレッスンの時に安川先生がいろんな指使いとかマークを書かれるっていうのもあったんですけど、それ金沢先生のレッスンの場合もそういうことはあったんですか。指使いについては井口先生はある程度は勉強なさっていて、新従者でお出しになっているのはフランス人の先生たちにもそれほど悪評ではなかったんですけれども、フランスで安川先生も原千代子さんも習われて、私も習わしたラザール・レヴィ先生っていうのが、しばらく演奏をやめて指使いとペダルをすごく研究されて、でその安川先生がレヴィ先生を尊敬されていることはもう本当に頭が下がって、もう本当に尊敬してしまった。もしレヴィ先生と競争相手になるような音楽家のコンサートには行くことをはばかがったことです。ちょっと豆が不気味です。でそのご縁あってレヴィ先生のレッスンを受けることになりましたけども、たまたま私はそれほど進んでいませんでしたから、もう指使うとペダルに終始しましたね。なんかでまあおかげさまで終わりに執筆を頼まれてもあまり困らなくなったんですけど、でもその指使いっていうのはある程度手によりますから、先生はすごく女性としては恵まれて手をしてらして大きくって、ですからそのまんま何もいかないんですけれども、まあ、根本は同じですから、フレージングもそうですけどね。で先生はよくおっしゃってたのは、フランスの学校と自分は、キャストがそれほど早くしようと思わなかったけども、文章はいつも褒められたとしてました。だから文章のフレージングと音楽と同じですから、で私はむしろその全体の流れとか自然さですね、頑張るのは良くない。指は10本使われませんから、それほど新しいことはもう出てきませんので、指使い並びに、ペタリングもそうだけど、だペタルはちょっとピアノがどんどん良くなってきましたから、微妙なところまででそこの辺までは先生とあんまり話して、安川先生とあんまり話してなかったので、それがとっても残念です。前より一辺倒だったわけですね、外国もそうですか、これほど同じ教則本を使うっていうの。いや、それはおそらくないと思います ね、でまあ、もちろんバイルはメロディが来ればし、吹きやすいし、いいんですけども、私がお宅に伺った時におばあちゃまがメトドロズっていうフランス流の、でこれが私は教えたのよっておっしゃって、それで千鶴子ちゃんがゲードアを弾かれましたね。わかりました。シードラシソラシドラ、そこの左手が動くんですよ、はい、それとっても珍しくって、こんな流れるような子供のとしか全然違うなと思ったんですね。でそれはだんだん人が知ることになって発行されて、音楽の友がね、ホールが出ましたね、はい、そしたら先生がこのホールはメトドローズじゃ立ったって言われたって喜んでました。なるほど。で、バーグももちろん悪くはない、メロディーはっきりしてくるんですけど、で、まあ我が国では大体2つじゃないですか。そうですね。ご家庭のこと少し話してみます。どうぞどうぞどうぞ。ちょうど新任で学校いらした頃はちょうど出産育児の最中でいらっしゃいました。もうその努力っていうのはもう大変なもんだったと思うしね、電車は混むし、で国分寺で休みましたから、上野まで。国分寺住んでたんですか。それでその国分寺の駅までかなり歩くんですよ。で先生いつもハヒルですから、それで何度かご解任でしたから何度かと思うのそれで
よくできる人とさ、例えば篠田さんとかは、うんうん、フランスの曲を弾かれてる先生たちみんな曲知らないわけですよね。で、安倉先生に聞いて、大体ご中学の時と、そしたら先生はお子さんが熱があるから帰りたいとおっしゃったし、それで、まあ、その必死で音止めして、でもその時のご注意はね、3つの音と2つ外しましたっておっしゃったんですよそれはやっぱりテクブがかかるんですよ。だから先生がご注意なさったのは、新しいフレーズがピアノで出る時にもっと弱くしなきゃなっておっしゃったんですよ。で、ああ、そこお帰りになってお子様のとこあって、そういうもう本当のその努力はもうすごいですとね、とっても余人には真似できないと思うんです。あの、私お宅伺った時に寒かったわけじゃないんですけども、ちょっと心配が、なんか手をこすってたんですね、うん、そしたら千鶴子ちゃんの方をちらっと見たか見ないか、そしたらトットットと中に入っていって、あの2歳以下でしょ、あれ、あの火鉢に火を入れて持ってきてくださったんですよ。すごいこのドレカシーの家庭にどうやってこれからお使いしようかと本当そう思ったんですよ。で、ではでも先生は本当に気がよくつきなの、だからお疲れになると思うんですけどね、いろんなことを我慢なさったと思います。で、学校が、暖房も冷房もなくって、でやっとね石炭になったんですよ、うん、そしたら先生の石炭の色がちょっとものすごい活発っびっくりした。これはお家で随分やってらっしゃったの。僕はもう世代的にはもうちょっと石炭での暖房っていうのはあのダメだろうわからないんですけれども、それ活発っていうのはたくさんじゃんじゃん入れるってことですか。だからそれはもうすごく良くなって、その前がね、何もないから、先生寒くて歩かれるんですよ、レッスン中。こぼれちゃう、うん、と火鉢を入れたんですね、はい、あの私たちが、はい、持ち寄って、そしたらとってもありがとうって喜んで暮らしたんですけども、一酸化炭素って、うん、窓を閉め切ってたの、うんうん、でちょっと気分が悪いから帰りたいとおっしゃって、で、だからちょっと気分が悪いとこじゃなくって、病院に来られたみたいですね、知らなかった。まだちっちゃくて分かんなかった。いや、それは一酸化炭素中毒になりますわね。一酸化炭素怖いですよね。怖いですね。それでもね、先生絶対にそのひどかったっておっしゃらないんですよ。それはやめて、お子さんにしたら、うん、まあ、ガスやね、で、学校でやっとストーブが入るようになりました、うん、すごい勢いでも燃やしてくださってなるほど。それ私たちが卒業するまではそれは石炭です。やっぱり音楽家としてのお母様というのもご覧になられていると思うんですが、大体どんなようなものなの感じだったんでございましょうか。まずちっちゃい時は、母がいるいないはあんまり私にとって、重大なことではなかったんですね。っていうのも母の、両親、草間の両親と一緒に住んでたので、普段の生活は母がいなくても祖母がいろいろ面倒見てくれて、で弟たちと近所の子どもたちとみんなで外で遊んで、夕方になってご飯だよって言って戻されてご飯を食べに帰ってきて、であとは寝るまでの家庭だんだんっていう感じで過ごしてるっていう、そういう感じだったので、母が例えば、演奏旅行で1週間とか10日とか不在になっても私たちはあまりその辺は気にならなかった。やっぱり中学生ぐらいになってから私が問題を抱えた時に母がいないことでうちの中に不満が生じて、でだん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 反抗的な態度をするようになったっていうのは多分そのことがきっかけだったと思います。それまではもう母が1週間10日うちを空けるっていうのはもう自然のことだったと、うん、そんな認識ですね。でただ両親とも学校の先生だったの で、ね、夏休みは例えば会社で勤めてるお父さんたちは一緒には行かれないから、お母さんと子どもたちっていうところがうちの場合はたまたま、ね、父も一緒に夏休みを過ごしていろんなところ旅行して行ったりとか、そういうことができたことは幸いだったと
持ってます。名前はどのようにして付けられたんでしょうね、あの奥様の。私の千鶴子は、はい、父が大好きな、作品の中の、はい、あの主人公に千鶴子という名前があったということで、はい、それでちょうど戦争の終戦に近い、あの20年の6月生まれなんですけど、その時に父が、あの女の子だったら千鶴子で、男の子だったら、高之、うん、高之っていうのはあの敬うこれっていう字を書くんですけど、その敬うのは安川のその父の祖父が慶一郎という名前だったので、その慶を取って高之と名付けたい、うん、それを、草間の、あの祖父に、託して、で父はあのそうですね、入隊されてましたから、そうです、あの生まれた時にあの草間の祖父が父宛てに地図を、うん、なんて書いたのかな、地図をなんか来たとか、うん、そういうあの電報を打ったっていうのを聞いてます。私の名前はだからそういうその作品から取られて、うん、はい、あの長男は、定之という名前なんですけども、 ね、はい、それは、父の定を取って、でその時多分高之があのお役所で認められなかったんじゃないかと思うんですね、うん、本当は高之にしたかったんだけど、定之、うん、になって、この3番目の、次男は、正之にしたかったんだけど、今度はこれという字が認められなくて一字取っちゃったから、上の正の字を、正と読ませたというそういう経緯です。私がその大人になって、まあ、家庭も持って仕事もしてっていう、うん、その状況になった時に、初めて母ってすごいんだなってちょっとそこで認める気持ちになったのが、家庭人として演奏家でもあり、それから教育者でもあり、教えてますよね、それからコンサートのための練習もしなければいけない、うん、だけど毎日あの家族と一緒に過ごしてる、でうちのこともやらなきゃいけない、全部はできないから、普通は、お手伝いさんに、ね、はい、あの祖母が最初はいたんですけど、うん、祖母とお手伝いさんで、祖母が亡くなってお手伝いさんだけになる、お手伝いさんが普段はやってくれるけども、あのお休みの日は、自分がやっぱりお料理をする、コンサートの準備と学校行ったり教えたり、うちであの生徒さん来られて教えたり、うちのこと、それがあのものすごくこう合理的にというか、あのテキパキと無駄なく割り振りがうまくしてるなという、そこはあの私としては見習わなきゃいけないんですけど、できないのでもうあの感服してます。だからそれは多分フランスであの過ごしてきたその経験がすごくこう頭の中で何を今しなきゃいけない、でそれあったらこう次これ次々とやってできたんじゃないかなという気がします。コンサートの前だけは食事の時間が終わると練習に入ったりはするんですけど、練習漬けになるってことはもうほとんどなかったですね。だからその辺がどうやってこう自分の中であの綺麗に割り振りしてたのかなっていうのはちょっと真似できないなっていうところを感じています。今のお話にちょっと付け加えさせていただきますと、フランスで徳さんが勉強に行った時に